こんにちは、マレです。今日は、阪急百貨店に行ってきました。なぜかというと、今日は、KFS さんの催事があったので、梅田の方に行って、マルティナさんのワークショップの、今回は、かごめ編みに初挑戦してきました。 で、ケイトも買ったので、その紹介もしたいと思います。 まず、じゃん。かご目編み。これの編み方をワークショップで教えていただきました。ワークショップではこれぐらいしか編めてなかったんですけど、家,から家に帰ってきて、これぐらいまで成長しました。で、ワークショップの時に、 あの私が毛糸をボフボフらせてしまってでぼフっただけやったらよかったんですけどめちゃくちゃ絡まっててでそれをスタッフさんが見かねてあの助けてくださったんですけどそしたらマルティナさんも手伝ってくださって。 二人がかりでほどいてて、くださってもう本当にワークショップって1時間しかない貴重な時間なんですけどその貴重な時間をこう棒振らせてしまったがために時間を取らせてしまって他の9名の皆様に申し訳ないなって思いつつも ああマルチナさんが私の毛糸に触ってくださってるっていう嬉しさともういろんな感情が入り混じってました。でワークショップに行く時はあのコットン糸と針とこのコントン毛糸で編むストールっていうこれがねセットで。 ついてくるんで,すで、このセットの中でも、この、タコちゃん。タコちゃんが、こう、針のストッパーみたいな感じでね、ついてるんですけど、このタコちゃんが、そのセットによって、一つずつ入ってる色だったり、お顔が違うんですよ。で、 まず、コットン、コットンケートの色を選ぶ。そして、タコちゃんを選ぶっていうことで、どれにしようかなと思ってたんですけど、やっぱり、何にでも合いそうなのは白と黒かなと思って、それで、ツベルフは持ってたんですけど、結構、 もう残りがあとこれぐらいになってるのでこれにしようと思ってこれにしました。で、この中は多分著作権の関係で見せてはいけないと思うのでお見せできないんですけども何回かねこう 作り目をしてそこから説明をしてくださってたんですけどもマルティナさんが。で途中途中であのー、3回ぐらいかなスタッフさんが「あのー、ちょっとすいません」みたいな感じで着張ってで何やろなと思ったらこの乗っている編み方とちょっと違うんですって言ってでその度にちょっと戻って修正されたりっていうのが。 あったんですけども最後の伏せ止めのお話の時もそのマルティナさん流で教えてくださってたんですけどこのコットンケートで編むストールの中身とちょっと内容が違うということでまたスタッフさんが来はって言ってはったんですけどせっかくもうワークショップに たことやしでマルティナさんはこっちの方が綺麗に編み上がりが綺麗に見えるっていうことでそのマルティナさん流を今回は教えていただきました。でただそれをそのワークショップで教えていただいたことを私が動画で出すっていうのはやっぱりちょっとダメな。 著作権の関係とかもあってダメやと思うので、具体的にどこがどうだったかとかは言えないんですけど、で、私自身こっちのあの、編み図の方が読めないので、ちょっとあれなんですけども、うん。だから、 必死に説明しはってるのをこう見て覚えてっていうので。で、家帰ってきた瞬間にもういっちゃん最初にやったことがこれです。この小さいかご目編みを自分用にね、あの動画を撮りながらマルティナさんが言ってはったことを この作り目をしてる時に説明してはったことを思い出しながらまず作り目を編んででその後に一番最初の段で言ってはったことを繰り返しな頭の中で思い出してで口に出してで口に出しながら編んでっていうのをやってでまた最後の伏せ止めのところも そのマルティナさんがやってはったのを説明を思い出しながらやってっていうのをやって自分の中で忘れないようにっていうことでちょっと公開ができないので申し訳ないんですけどもこう自分の中でこれがね編み上がった時にあ「あっ伏せ止,止め」なんか言ってはったけど思い出されへんってなったら嫌やなと思って。 もう覚えてる間にいいと思ったんでこんな短いんですけどちょっとミニバージョンで作ってやってみました結構こうやって伸びていい感じですでこっちもすごい伸びますやっぱりツベルフ好きですね ツベルフはなんか結構人気みたいで KFS さんのネットでも在庫確認中になってたんですけどもあのー、私初日に行ったんですけど初日の昼過ぎぐらいかなに行ったんですけどもうその時点で単品のツベルフ これはセットのやつなんでまた違うんですけど単品のツベルフが5玉ぐらいあってでそれがもうなくなったらツベルフの単品自体がもうないっていうのをちょっと小耳に挟んだので明日以降行かれる方はもし残ってたら欲しい方はもうお早めに 言っていいたただけたらなと思いますであとは結構ねレオちゃんだったりあとレオちゃんの横にえっと同じレーゲンバルトシリーズだと思うんですけどめっちゃ可愛い色があってでそれをレオちゃんは家にまだ3玉ぐらいあの持っているので。 我慢できてたんですけどカニさんやったかなカニかエビか多分カニさんやったと思うんですけどカニさんを飼おうと思ってカゴに入れてたんですけどちょっとねあのお財布の都合上あの最終的に返してしまったっていうのがあるんですけどんかそういう。 限定品もあったりで銀座では量り売りとかがあったりドイツの風景があったりっていうのでレア系とか結構あるっていうことで大阪ではどうなんやろうと思って私ルクアのこの間の大阪であったルクアのイベントには行ったんですけどもそちらの時はあのー 普通の KFS さんのシリーズしか置いてなかったので、あのー、今回はどうなんやろうと思いながら行ったら、ドイツの風景もありましたし、あのー、ぽっちゃりくんシリーズとか、あと、ロリポップキッズとか、そういうのとか、あと、 笑顔シリーズの「隣のおばちゃんおじちゃん」とかそういうのも売ってました。でただドイツの風景は私が行った時間が遅かったっていうのもあるんですけどその最初にあっ最初に。 の方方に行った方は前職あったみたたはあみいなんですけど私は12時12時過ぎやったんかなに行った時はもう3食しか売ってなくってでまあでもあの私銀座のイベントには行けなかったんですけども大行を してていいただいてただので今回はあのあんまり毛糸自体はこの毛糸玉のやつ自体はそんなにそんなにっていうか一つだけしか買わなかっ買わずに済みました買わずに済みましたっていう言い方はなんかちょっと変ですねなんかうんでも買わず 買わなくてで何を買ったかっていうとりり売りが大阪でででもしてたんですよでそれを見るまではカゴにめっちゃ色の色こう入れていってたんですけど量り売りのを見てあこっちめっちゃレアやんと思ってそっちをね先に買い欲しいなと思ってやってたら。 結構な量になってしまったので、結局ね、あの、糸玉で言うと、この子だけ買いました。こちらは、KFS さんの新色になります。ニューって書いてました。これと、あとグレーっぽいやつが、えっと、新色みたいです。で、これが KFS さんのコットンの 色番が KFS178 の「フュンフツェン」フュンフッチェン <laughs> 発音がどうこう以外の前にまず全然読めてなかったっていうフフュンフッチェンっていう色ですこれもうめちゃくちゃ可愛くってもう見た瞬間に「あこれは絶対買うな」と思って一番先に。 カゴに入れたのがこの子でした。ピンクがあり、赤があり、これがオレンジっていうのか、ちょっと濃いめのサーモンピンクっていうのかっていう感じですっごい可愛くって、こちらを購入しました。であとは全部、私靴下作るのに多分、一足 60g ぐらいで編めるので、全部 もう6 0ムで買った方が一玉で買って余らせるよりいいかなと思って今回は6 0ムずつにしてもらって購入しましたで巻いてもらったのでちょっと名前がわかんないんですよねなのでちょっと紹介 名前とか色番の紹介ができずに申し訳ないんですがまずこちらラメ入りなんですラメ入りのやつがね結構いろいろあってめちゃくちゃ可愛かったですこれはねなんか落ち着いたワインレッドで普段やったら でこ,ういうこういう派手系なやつが多いんですけどこう中に水,水色っていうか濃い濃いめの青とか黒とか白とかですごい落ち着いた感じでラメが入っているすごい素敵な糸があったのでこちらをまず 60g 測っていただきましたちなみに 10g200 円やったと思います なので自分が欲しいグラム数だけ買,あの買うことができるので、あの、10グラムずつで選べました。で、こちらは多分フンデートバッサーやと思うんですけど、この間私がすごく欲しいって言って購入していたやつのラメバージョンやと思います。 これもラメですっごいキラキラしてますめっちゃかわいいこの紫がもうめっちゃほんまにかわいい早く編みたいですじゃあまず最初にラメの分だけ紹介しようかなでこれは持ってるんですよねこれもフンデルトバッサー なんですけどもこれもラメ入りだったのでうおーラメ入りはちょっとコートかなーって思ってこちらも購入しましたこちらもフンデートバッサでもラメ入りだから番号とかがちょっと分かんないんですけどこちらも購入しましたでそしてこちらこちらは どれの糸かがちょっとわかんないんですけど、この赤がすごい綺麗やなと思って、で、この点々の模様も好きやし、赤と黒の組み合わせとかも結構好きなので、これも見た瞬間に、あ、買おうと思って、こちらも購入しました。 であ,とがあとはあとはラメ入りじゃないやつかなもうこれ次紹介するのは本当に皆さんあっ丸好みやなって思いはると思いますこちらです めっちゃ可愛いと思ってでもこれは 60g と言わずいっぱい買おうかとめっちゃ悩んだんですけどでも結局やっぱりお財布と相談してにしましてにまたで。これはもうこのこのピンクもう画面越しで伝わるかなこの淡いピンクにこの紫のいろんな濃いのから薄いのからそしてこの。 爽やかな水色。で白がいい感じに入っててもうめちゃくちゃ可愛いと思ってどれも本当に好みなんですけどやっぱりこの色合い最高と思ってこちらを購入しました。で次がこちら。これはね 結構なんかいろんな色も入っててすごく綺麗やなと思ってどんな色が入っているのかな白と黄色っぽいのとオレンジっぽいのと赤と紫が入ってますあ茶色っぽいのもちょこちょこ入ってますねこれもすごい可愛いいなと思って購入しました で次で最後なんですけどこちらこちらもまた赤系と紫系今回ね買ったやつほ,ほとんど紫が入ってるっていう <laughs> あれなんですけどもこちらもこの爽やかな水色系があってちょっと小豆っぽい色があってで赤があってっていうすごいで紫があってっていう。 かわいい糸がありましたなので合計123456788玉購入しましたこの糸玉は全部 60g にしていただきましたとあとはこのセットのやつですね針がついてる コットンケイトでアムストールのキットのツベルフのやつを購入しましたで他にはですねあのー、このコーン巻きで置いてあってで欲しいやつをスタッフさんに渡してこれ何グラムくださいみたいな感じで言うんですけどどれも可愛くって正直選びきれなかった部分もあって。 行けたらもう一回行きたいなあっていうふうに思ってますちょっとねこれのやつをおしゃべってかぶってなくてほしい文とかがあったらちょっと買いたいなあっていうのが思っていますであとはねすごい嬉しかったことがあって あのー、私が結構スタッフさんにねあの量り売りのシステムがちょっとよく分かんなくてこれってどうやって購入したらいいんですかとかいうふうに聞いてる時とかに声をかけてくださったり私がスタッフさんと喋ってる時に声をかけてくださったり。 する方が、あの、何人かいてくださって、で、いつも、あの、握手してくださいとか、私結構元からオタクやったんで、あの、握手してくださいっていうのは、あの、いつも自分から言ってたんですけど、今日生まれて初めて、あの、 YouTube 見てますよかったら握手してください頑張ってください」って言ってもらえてもうめちゃくちゃ嬉しく嬉しいのとえそんそんな見てくれてる人がこの場にいてはるんやっていうことももうびっくりだったしもうとにかくすっごい嬉しくて。 でだからもう声をかけてくださった方皆様本当にありがとうございましたんでずっと会いたかった方にも会えましたしログルミを購入してくださったアーノンさんって方がいらっしゃるんですけどアーノンさんがねあのちょっと。 電車とかがね苦手だったりとかするんですけどあのそのねトラマロをお迎えしてくださってたんですけどそのトラマロをこうお守りみたいにこうやってギュッてしながらこう梅田まで出てきたや出てき,て出,出てきたんですって言って。 言っててくれてでこの虎丸ちゃんがいたからここまで今日はが来れましたって言ってくださってであとはプレゼントも頂い,いてちょっとカバンにもうつけてるんですけどもこちらのねミニソックスをキーホルダーで作ってくださっててこのプレゼントまで用意してくださっててで トラマロまで連れてきてもらってもうしかもすっごい大事にしてくださってるなっていうのをすごいお話をたくさん聞かせてくださってもうそれでもうすっごい嬉しくてもう,もうそれでももうまた泣きそうになったりでまた YouTube 見てくださって リリさんっていう方がいらっしゃるんですけどリリさんもそのあのノンさんが「トラまを持ってた時にあの喋りかけてきてくださってでみんなね1人ずつで個人個人であのワークショップは応募してたんですけどたまたま。 選んだワークショップと日付が一緒やったっていうことでお話もさせていただいたりしてで YouTube も見てくれますって言ってくれたりとかもう本当に嬉しくってでずっと「会いたいね」って言ってくださってたんですけど日付とかが合わなくってなかなか会えてなかったのりこさんとかも声をの声を かけてくださって丸、ま、ちゃんですかって言って声をかけてくださってでも他にも何人かあの元々その交流がなくってでもあのいろんな見物のライブを見ててその中でも丸ちゃんも 見てますよっていう風に言ってくださる方もいらっしゃったりなんか声がなんか一人で行ってたので一人でなんかこの、ま、どれを買うか悩んでうんーどれにしようかなとかやってこうコーン巻きをめっちゃな見比べてたりとかした時にこう話しかけてくださった人とかにこう喋ってるうちになんか声が聞いたことあるんですけどみたいな感じで。 ああ YouTube 実はやっててって,っていう話になってでそしたら知っててくれたりとかしかも登録もしてくれてたりとかそういうのがすごい何人かに言っていただきてもうすごいなんていうかもうびっくり。 しすぎてもうど,どうしたらいいのかわからないっていう感じでなんかもうすごい恐縮しっぱなしでもうかなり緊張してみましたで先に会計とか全部済ませてからワークショップに行ったんですけどでさっき一番最初にお話ししたイトがボフってあの それをねこうスタッフさんとマルティナさんが解いてくれてたのをゆきんこかんちゃんさんに <laughs> 見られてたっていうことが <laughs> 分かってで私自身は気づいてなくてあてお話はできなかったんですけどあのあ見られてたんやっていうのを知って。 あお,会いしお会いしておしゃべりしたかったなと思ったんですけどワークショップ中やったからっていうことでお話はできなかったんですけどもんかそういうのを聞くとあ今日たくさんあの会場にいた中でおしゃべりはできなかったけどあ知ってる人もたくさんいたんやなと思ったらあ皆さんと会って。 お話がしたかったなーって思って、ちょっと残念な気持ちにもなったりしつつ、なんかもう本当に、こうリアルに、こういつも見てますって直接言われることって、生まれて初めてだったので、 だからなんていうかすごいもう本当に嬉しいのはもちろんなんですけどすっごい不思議な感覚でであのコメントとかこうツイッターとかインスタとかでフォローし合っててでこう交流をしててっていう人じゃない方からも声をかけて。 いいただいたただりとかかもしたのでなんか自分が知らない間に自分のことを知ってくれてる方がいるっていうのとあとはこう動画の感想とかも言ってくださる方がいらっしゃったりしてなんかより一層もっと わかりやすい動画だったり、こういろんな動画を出せたらいいなーっていうのをこう考える一,一日というかすごいいいきっかけになったなーっていうのがありました。これがまた前回のワークショップとはちょっと大きく自分の中で 違うかかっったかなっていうところですかう、ね、うんねあのこの限定のドイツの風景だったりぽっちゃりくんやったりそういうのをあの銀座の時に大阪で次あるっていうのがまだ発表されてなかったので代行を。 してていいただいてただので今回はこの一玉のやつをあまり買わずに済んだのでその分こちらのグラムの量り売りを購入することができたので改めてあの売り切れとかも結構あったので改めてあの代行してくださった方に本当に ありがたかったなーっていうふうに思いましたであとはワークショップが終わった後にマルティナさんとはあのお写真の方も撮らせていただきましたやっぱりねもうめちゃくちゃ小さくってもう本当に。 イトの妖精のような、すごい優しい方だ。でも、かわいいし、綺麗やし、もう、なんて言うんですかね。もう本当に、画面、いつもスマホで見てるんですけど、画面の中で見てた人っていうのが、こう、実際に目の前に、 行っておしゃべりをしてくださったり、写真を撮ってくださるっていうことでなんか、もうすっごいドキ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 して、やっぱり2回目でも、ああ、めっちゃ緊張するなーって思いましたね。でもめちゃくちゃ優しくって、スタッフさんもかなり優しい人が多くて、もう本当に幸せな一日やったなーと思いました。 でかごめ編みもね難しそうやなと思ってちょっと編むのをね躊躇してたんですけどもマルティナさんの教え方がやっぱりねもうすごい上手で私でも分かるようにこう説明してくださってですごいやっぱりすごい方だなっていうのを改めて感じました。 ちょっと初挑戦なんでねあのこう編み目が揃ってなかったりするんですけども一回編み切ってまた挑戦とかもしてみたいなっていう風に思いますでここのねところがドイツ式だったりここの横がドイツの鎖編みだったりして横も綺麗に見えるようにっていうのを うん、言ってはりましたすっごいハマっちゃいそうです。こう皆さんが最近このかごめ編みを YouTuber さん編み物 YouTuber さんが結構編まれていたんですけどその波に全然乗れてないなって思ってたんですけどちょっと出遅れつつも私もハマっちゃいましたね。 あ、これみんながハマる気持ちやっと分かったわーっていう感じですねなんかすごいこう伸びもよくってすごい良かったですそうでこれがこのついてたやつがこう回るんですよね針がだからすごい編みやすいですでこれ6号 KFS さんうつ あった KFS さんの6号針6号針なんであの普段ね0号で編んでるので6号沸騰と思って最初の方めちゃくちゃ太くて編みにくくてあどうしよう6号編,編まれへんかもって思ったんですけどだんだん慣れてきたらすごい編みやすくなってきてでここもなんかこう 回るのでこう絡まないしすごい。編みやすくて。kfs さんの周りめっちゃいいなっていう風に思いました。だから太い。号数だったら kfs さんのいいなって思いました。あの細いやつだと私バカ力なので折っちゃったり曲げちゃったりするので。 太めの合数だとすごいいいなっていうふうに感じました。だからこういう感じですかね。ちょっと入りきらないな。今日購入したのは全部でこの、この分ですね。あと、針が。 であとこの可愛いいタコちゃんこれはストッパーになるんですかねここに針を通すところがありますこのタコちゃんがねすごい個性的なのがいろんな色があってすごく見てても楽しかったですもうちょっと 欲しい色もあったので、もし行けたらもう一回行きたいなっていうのがあるんですけどもあ、これから行かれる方は、ちょっと私は、あのー、サイジのやつをあまり購入今回してないので、あんまり役に立たなかったのかもしれないんですけど、あとは月夜の大沢とか、そういうのもあったので、あと、はかり売りコーナーには、 あの、幻のいちごちゃんもあったらしいので、私はあの、リオンさんからあの、いちごちゃんをね、あの、分けていただいたことがあるので、おうちにもう大事に大事に保管してあるので、今回は購入しなかったんですけども、そういう本当にレアなケイトちゃんがたくさん、 あったので、で、あとは、こう、定番系統の中でも、生産中止になっても、現品限りってなってる系統も、何個かあったので、そちらもね、なくなる前に、もし気になっている糸があれば、先にね、購入して、 いただけたらいいんじゃないかなっていうのがあったのであの一応購入品の紹介っていうのとちょっと色番が分からなくて本当に申し訳ないんですけどこういう感じで変えましたっていうのとちょっと糸玉では今回はないんですけどこうドイツの風景とか ぽっちゃりくんのプレミアムだったり、そういうレアなイトが置いてましたよっていうのをお伝えできたらなっていうふうに思いました。で、あ、思い出した。一個、マルティナさんがすごい可愛かったのがあって、そのワークショップの時にね、このイトは生き物やから大事に大事に してあげてくださいって言ってはってやからこう少々編み間違えてもやり直せるからほどかずにそのまま編んでほしいですって言ってはってでこうってもこう巻き直したりとかしたら糸が傷むからそれはやらないでほしいってもう生き物だからって言って言ってはってボフったやつをないぞって言ってはったり でもこの子は生き物だから可愛い可愛いしてくださいみたいな感じで言ってたのに一番最後にねこの針をこのタコちゃんにしまうんかなって思ってたんですよで実際こうタコちゃんにこうしまったらいいですかって質問をされた方が いらっっしゃったんですけどそしたら「あ3号だったらそれもいいんですけどもうこのお尻のところにこうぶっ刺して <laughs>」みたいな <laughs> こうぶすと刺してたらもうこれで動かなくなるからこうやって刺すといいですよみたいなのを言ってはって確かにめっちゃいいなと思ったんですけどこういき一番最初の時ワークショップ始まる時今日んだからかわいいかわいいして。 あげてくださいって言ってはったのを <laughs> そこにブスッと刺す,すってこういうところがなんかちょっとなんか天然な感じもしたりして可愛いなあと思ってまたマルティナさんの可愛い一面を見れたかなぁと思ってなんかすっごい可愛いいなあと思って一人でニヤニヤ。 しししててままっていました <laughs> これぐらいかななんかちょっとだらだら喋ってしまったんですけどうんすごい素敵な糸が変えて満足したっていうのとこの新色も新しいのでゲットできたっていうのもありますしこう皆さんが編んでたカゴメ編みにも挑戦できて。 っていうのがもうすごい嬉しかったのとこう見てくださっている方と直接初めてお話をさせていただけたっていうことですごい自分にとってもういい刺激でしかなかったなっていう,もう本当にいい一日になったなっていうすっごい 幸せな一日でしたっていうもう本当に自己満の動画になってしまったんですけどもこれから行くよーっていう方の少しでも参考になれば嬉しいなと思いますちょっと重複するかもしれないんですけどこのコーン巻き の量り売りをするときは自分が好きなコーンをスタッフさん量り売りしているスタッフさんに渡してそれぞれ何グラム欲しいかっていうのを10グラム単位で伝えたらあの巻いてくださるので、うん、それをしてたらちょっとはスムーズにいけるのかなと思います。 で、会計は、この他の玉のやつとこちらのやつも一緒に会計をするので、この巻いてもらったところで会計するわけではなくて、もう一緒に全部一緒にレジで会計するっていうのがあったので、で、あとは私先に 授業,授業料というか講習代を払ったんですね。一番最初にこれを会計した時に。で、その後に、あの、このコットンのキットを選んでくださいって言われたので、あの、お店の方に確認をしてからの方がいいかもしれないですけど、あの、もし、カゴメ編みに、 に関ししてでしたらカゴメ編みのこのコットンのキットをもう選んでしまってからこの他のやつと全部一緒にレジに行く方が二度手間にならないのでそうした方がいいかなっていうのがちょっと思いました私はあの後からこっちを 選でちょっとあのー、もう時間も近くてバタバタしてしまったのでもう1回でこう会計このキットも含めて会計されたらいいんじゃないかなと思いますあとレジでこの何時からの何々のワークショップしますっていうのを伝えたら店員さんが控えとか渡してくださるので。 だからもう全部一緒にレジで済んだのでそこだけですかね。うん、私がちょっとバタバタしてしまったのは。なのでそういうところもちょっと参考になればいいかなと思って動画の方を出させていただきました。もうかなり 自己満の日記みたいな感じになってしまったんですけども、もし最後まで見てくださった方がいらっしゃいましたらありがとうございました。そして今日会ってくださった方々、そしてお話を、話しかけてくださった方々、そしていつも見てくださっている皆様、本当に ありがとうございます。そして、これからも、もっと、これまで以上に頑張るマロでいたいと思いますので、皆さん、これからも仲良くしてくださると嬉しいです。それでは、最後まで見てくださってありがとうございました。また、ショールをね、結局今日、に間に合わなかったので、ショールも、 ちょこちょこ編みながら編集しつつど、どんどん動画も出していきたいと思うので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。それでは、最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。本当にいつもありがとうございます。 これからもよろしくお願いしまーす。